このままおとなしく行かせてもらえるわけじゃなさそうだ。交渉がまとまった後にこう出られるとは予想外でした。これだからヤクザは面白い。裏切られただけじゃないですか。違うな。じゃあなんで。ビジネスの話はまとまってもけじめは取れってことなんでしょう。この場を切り抜けさえすれば向こうも約束を果たしてくれるはずです。そういうことだ。この場を切り抜けるって無茶だ。ここは東上界の本丸だぞ。無茶でも何でもこれが極道の流儀なんでな。小田、立花を頼む。くそ、分かったよ。キリュウさん、ご無事でしたか。ああ、そっちも大丈夫そうだな。ええ、小田さんがついてますから。やっぱり、すんなり正面から返してはくれそうにないか。たく、たった3人が相手に全力でかかってきやがって。何を言ってるんです。初めからリスクを承知で飛び込んできたはずですよ。それは…分かってますけど、これくらいの手段は今までに何度も経験してきたじゃないですか。それに桐生さんもいるんです。決して勝てない戦いではありません。立花そうでした。それじゃ一丁ビシッとやりますか。新人に頼りっぱなしじゃ先輩の顧客に関わる。よし、それじゃあそこの扉から外に出よう。ええ、行きましょう。
大丈夫か？ええ、なんとか。それより先を急ぎましょう。出口はあっちだ。急ごう。ここだ。逃げられねえ。